8月、福岡市の商業施設で女性が殺害された事件殺人などの疑いで逮捕された少年について検察は鑑定の結果刑事責任能力を問えるとしてきょう身柄を福岡家庭裁判所に送致しました少年を乗せた車が中央署から出てきました身柄が家庭裁判所に送られるということです 警察によりますと中学生の15歳の少年は8月福岡市にある商業施設の1階女子トイレで客として訪れていた女性を刃物で刺し殺害した疑いが持たれています福岡地検は少年の精神状態を調べる鑑定留置をおよそ3ヶ月間行った結果刑事責任能力を問えると判断しました 今後、福岡家庭裁判所が少年審判で少年院送致などの保護処分を決めるか成人同様刑事処分が相当として検察官に逆走するかを判断します。